はい、こんにちは、コウスケでございます。1月8日金曜日ですけれども、本日ですね、ディズニープラスの方で、マーベルスタジオ最新シリーズですね、ディズニープラスで配信されるオリジナル番組、マーベルスタジオレジェンズ。日本語のタイトルは、マーベルスタジオの知られざる秘密ということでね、新しい番組が始まりましたが、個人的な感想を、お話ししていきたいと思います。一応ね、今回の動画、マーベルスタジオの知られざる秘密のね、ネタバレを含んでおりますので、まあ、ネタバレといってもね、別にこれ新規の映像作品ではなく、まあ、いわゆるね、各キャラクターに焦点を当てた総集編という形でね、新規の映像は全くないんで、まあ、ネタバレも、クソもないんですけども、まあ、ディズニープラスにどうしても入れないという方、数多くね、いらっしゃると思いますし、一応ね、ディズニープラスのこの最新シリーズが一体どういった作品なのかっていうのをですね、お話ししながら、今回はこちらの感想についてお話ししていきたいと思います。実はマーベルスタジオレジェンズ、これまでですね、2008年に公開されたアイアンマン第1作目から、2019年に公開されたスパイダーマンファーフロムホームまで全部で20作品以上あるですね、映画のシリーズから成り立つユニバースということでね、マーベルスタジオが作ったマーベルシマティックユニバースっていうものがですね、いかに壮大な世界かっていうところがですね、改めてこのマーベルスタジオレジェンズでは改めて感じられたかなという感じがしますし、逆にね、これまで20本以上の作品、そしてね、その MCU シリーズから派生したスピンオフ作品、かつてね、MCU フェーズ1からフェーズ2までですかね、DVD とブルーレイのね、中に収録されていたマーベルワンショットっていうね、作品もありましたし、まあ、それこそエージェント・オブ・シードやエージェント・カーターみたいなですね、MCU に属しているスピンオフドラマ作品なんかもね、ありましたけども、MCU はですね、一日で追っかけようと思ったらですね、まあ、不可能なぐらいですね、作品が多いわけですね。改めてですね、新しい作品を見る前に、あのキャラクターって一体どういった内容で、どういった経緯でこれまで過ごしてきたっけ、あのキャラクター、あのヴィラン、あのヒーローは、どういったことがこれまで起きたっけっていうことに対してですね、約7分で振り返っていくのがこのマーベルスタジオの知られざる秘密というふうなですね、作品でございます。そう、なんとですね、この新しい番組はですね、約7分ということでかなり短いです。まあ、短いですが内容はギュッと詰まってるんで、まあ、MCをね、すべて追っかけてきた人に向けた、まあ、完全にコアなファンの人向けな感じですね。まあ本当にコアな人はもしかしたらこのマーベルスタジオの知られざる秘密を見なくても、まあ、大体ね、あの映画のこのシーンでこんなことが起きてたよなっていうふうに、もうすでにね、頭の中で整理がついてる人もいると思いますんでね、まあ、映画本編をね、改めて振り返った方がいいかなというような感じもしますし、まあ、正直ね、MCU はやっぱり映画なんで、話の流れで描かれていきますので、映画のワンシーン一部分だけをね、かいつまんで、総集編としてね、作るっていうのは、なかなかどうなのかなっていうふうな感じもしますけどね。まあ、そういったところでマーベルスタジオの知られざる秘密、マーベルスタジオレジェンズってね、その存在意義っていうのは、まあ、人それぞれによって、まあ、捉え方は違うんじゃないかなという感じがします。今回ですね、1月8日に配信開始されたのは第1話と第2話ということで、ワンダ・マキシモグ、そしてビジョンというね、タイトルで2本分公開されました。約14分ですね、7分組み合わせて14分の総集編という形ですが、ただの総集編ではなく、 YouTube に上がってるようなね、ファンが作ったような総集編とかでもなく、まあ、しっかりとね、各キャラクターがどのような経緯で生まれたのかと、どういった思想を持ってるのかっていうところ、そしてね、どういった形でどういった経緯で成長してきたのかっていうところがですね、まあ、うまく構成されている、まあ、さすがマーベルスタジオが作った、まあ、総集編だけあるなっていう感じは、しますけれども、まあ、今回のね、ワンダ・マキシモフ第1話のワンダ・マキシモフで言うとですね、ワンダがそもそもトニー・スタークが開発したね、ミサイル、兵器によってですね、住んでる町ソコビアが破壊されていき、そしてヒドラのね、科学担当である、バロン・フォン・ストラッカーによる、実験のね、被験体として、被験者として、自ら名乗り出たということでね、ワンダと双子の兄弟であるピエトロ・マキシモフと2人で、まあ、超人の、能力を手に入れるために、自ら志願したっていうところでね、あ、そっかと、ワンダ・マキシモフは誰かの手によってですね、強制的に、能力を植え付けられたのではなく、自ら、志願したパワーを、ね、手に入れて、ウルトロンとね、共に、アベンジャーズを倒そうということで最初に登場したんだなっていうところが、そんなワンダ・マキシモフが愛する人物、ワンダが愛してしまったのは、人間ではなく、ロボット体である、アンドロイドのね、ビジョンということです。そしてそのね、ビジョンを作ったのは、自分たちが住んでいたソコビアを破壊したトニー・スターク、そして超人ハルクへと変化する能力を持っている、変身する能力を持っている、ブルース・バナー博士ということですね。まあ、ワンダとビジョンをね、それぞれ繋いだのは、自分たちが住んでいた故郷である、ソコビアを破壊した超本人である、トニー・スタークだったということで、ここもね、また MCU の、まあ、ダークな部分というか、まあ、全てはトニー・スタークから始まったんだなっていうような感じはしますよね。
まあ、全てのね内容を話すわけにはいかないので、まあ、ワンダ・マキシモフ第1話のねワンダ・マキシモフだけ触れていくと、ワンダが初めて登場した、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンからですね、キャプテン・アメリカ・シビル・ウォー、そしてアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、アベンジャーズ・エンド・ゲームというね4つの作品から、それぞれね、まあ、2、3分ずつ抜粋した、内容ということでね、その映像で構成されているわけですが、まあ、マーベル・スタジオが公式に作る総集編でね、各、映画の中からねそれだけの、分数、凝縮した分数をね抜粋していくわけですが、おそらく今回ね使われている映像、そしてね映像の中に落とし込まれた、セリフ、各キャラクターのねセリフっていうのはね、やはり何か意味があるんじゃないかなというふうな感じがします。というのは今回ね総集編で登場するそれぞれのキャラクターが発したセリフっていうのはですね、今後のワンダービジョンに直接つながるような、まあ、伏線というか、マーベルスタジオが我々視聴者、観客、ファンにですね与えてくれた、まあ、最後のヒントなんじゃないかなという感じがします。どのセリフ、どのシーンで、どの映画のどんなシーンで、どのキャラクターが発したどのセリフなのかっていうのですね、ここではお話ししませんが、ただね7分なり8分のですね短いこの総集編見てみるとですね、まあいろいろと、あ、こんなことあったなというか、あ、もしかしたらこのシーン、ここね、とあるキャラクターがワンダに浴びせた発言、セリフっていうのがですね、まあ、ワンダを壊していく、まあ、一つの原因となってしまったんじゃないかなという感じはしますね。膨大なセリフの中からですね、7分間で落とし込めたそのセリフの数々っていうのはですね、改めて見返すと、いかにワンダ・マキシモフが崩壊していくか、このね、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンで初めて登場してから、アベンジャーズ・エンド・ゲームまで、まあ、短い期間はね、MCU10 年のうちの5年分ぐらいかな、で、ワンダの物語が描かれてきましたけども、その5年間の中でもかなりね、ワンダ・マキシモフというキャラクターはいろんな闇だったりとか、いろんな過去があって、いろんな人物、大切な人々を失ってきたわけですから、いかに今後ね、ワンダ・ビジョン、そしてドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネスで重要なキャラクターになってくるのかっていうところがですね、何かヒントとしてね見えてくるんじゃないかなという感じはします。第2話のビジョンで言うと、ビジョンの回はワンダ・マキシモフの回よりも30秒ほど短く、7分もないです。6分56秒しかない中でですね、アイアンマン第1作目からアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーまで本当に約10年分の、ね、作品の中から抜粋した内容となっています。ワンダ・マキシモフよりも濃いですね。なぜビジョンが作られたのかと、なぜね、ビジョンの、ね、元となったジャービスが作られたのかっていうところ、そしてね、なぜトニー・スタークがビジョンを作り出したのか、そしてビジョンがなぜワンダ・マキシモフという人物を愛したのかっていうところがですね、十分に凝縮されています。そしてね、ワンダ・マキシモフの回とビジョンの回、ね、それぞれ2つの作品は直接ワンダ・ビジョンへつながる流れとなっています。この物語の続きはワンダ・ビジョンへというふうに、ね、最後挿入されるわけですが、ぜひね、どういった内容なのかっていうところはですね、皆さんの目で確かめていただければと思います。さあ、今回は1月8日よりディズニープラスで配信された、ディズニープラスオリジナル作品、マーベルスタジオ知られざる秘密についてご紹介しました。ワンダ・ビジョン楽しみだなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。トリジョーコウスケでございました。At each other, tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kind